どうしてって？パパちゃんがあるといいな。としこつまんないわ。だってとしちゃんはママちゃんがこんなに可愛がってあげてるんだからいいじゃないの。じゃあママちゃん、もうずっとお家にいてくれる？ええ、もうずっとお家にいるわ。あ、今度あっちのお池の方行きましょうね。 まあ、高いお嬢ちゃんね。あなたのお子さん？いい、姉のとこの。へえ、お姉様のお子さん？ええ、そう。まるであなたのお子さんみたいね。いい、あの、ママちゃん、これ食べていい？ええ。じゃあごめんなさい。 あの人誰？ねえ、誰よ？あの人ね、ママちゃんと同じ病院の人。じゃああの人も看護婦さん？ええ、そう、看護婦さんよ。 ちょいとあんた、まさか病院の規則を知らないんじゃないでしょうね。知ってます。そんならなぜ、私規則にある独身っていうのは、たとえ過去に結婚の経験があっても現在独身ならそれでもいいと思ってたんです。規則にだって一度結婚したものは雇わないとは書いてありませんし、そんなこと弁解にならないわよ、子供まであるくせに。ねえ、そうよね。実は私には女の子が一人あります。 その子があればこそ私はここでこうして働かせていただいているんです。まあ呆れた。ちょいと呆れたわね。ねえ、がっちりしてるね。ねえ皆さん、
今まで皆さんに隠していたことはすまないと思います。でも私としては夫に別れてただその子のためだけに働き続けてきたんです。ねえ峰沢さん、今日までの私の事情を一通り聞いていただけないでしょうか。その上でもし私が悪かったらいくらでも責めてください。どんな制裁でも受けます。ええ伺うわ。さあ何でも言いたいことおっしゃいよ。私には早くから親同士の許した因果付けがありました。ちょうど私が18の時、父がある事業で失敗すると、それが元で私たち婚約もそのまま解消しなければならないことになったんです。その時私の夫は一家の反対を押し切って私を連れて東京へ出てきたんです。でもその結婚生活は決して幸せじゃありませんでした。結婚して1年経ったちょうど私が19の春、夫はその頃流行ったたちの悪い風に侵されて、たった4、5日床に着いたきり、まるで夢のように亡くなってしまったんです。その時私はもう妊娠8ヶ月の体でした。夫の死後私はある病院の施療室で女の子を産みました。薄暗い病院のベッドの上でその子の先々の長い生涯を考えると、私はどうすればいいのかと本当に途方に暮れました。でもその子こそ夫が私に残してくれてったたった一つの形見です。私は自分の身がどうなろうとも石にかじりついてもその子を自分の手で育てなければなりません。それで私はいろいろ考えあぐんだ末に、子供を姉夫婦に預けて看護婦会の看護婦募集に応じてみたんです。するとそれが幸せにも合格して、現在こうして皆さんのお仲間に入れていただけるようになりました。今日まで身の上を隠していたのは、子供のある体がなんとなく気まずくてつい打ち明けてお話しする勇気がなかったからです。今になって考えると申し訳ないと思います。でも私としてではたとえ身の上を隠しても親子二人が生きていく道を探さなければならなかったんです。ねえ峰沢さん、あんた今の話聞いてもまだ高橋さんを責める気なの？高橋さんごめんなさいね。そんな事情があれば私だってきっとあんたのようにするようでしようがないと思うわ。では許してくださいますの？ええ、もちろんよ。今日から私たちあんたの味方になるわね。どう皆さん？ええ、なるわ。なりましょう。そうよね、もちろんよ。じゃあね、みんなね、今高橋さんに聞いたことはね、この場限りで一切口にしないこと。もし不調さんにでも知れるとね、またなんだかんだってうるさいからね。じゃあ賛成の人は手を挙げてちょうだい。あんたたちみんなどうしたの？うるさいわよ。あんたみんなどうしたのよ。うん、何が賛成です？こんなに大勢何のためにこの部屋に集まってるんです？消灯時間後はよその部屋行っちゃいけないって約束忘れたんですか？さあこの部屋以外の人はみんな自分の部屋を変えなさい。さああなたはあちらの部屋行ってらっしゃい。峰沢さん、どうせまたあなたでしょ、みんなを集めたりしたのは。本当にしょうがないし。明日朝8時までに私の部屋いらっしゃい。わかりましたね。きっとですよ、きっとですよ、はい、きっとですよ、きっとですよ、はい、きっとですよ、はい。私と一緒に副院長先生のお部屋いらっしゃい。あの、私クビなんじゃないでしょうか？黙ってついていらっしゃい。みんなこっち向いてよ。皆さんはもうお互いの間に大体お分かりになってと思いますが、私たちの同僚峰沢春子さんが佐藤府庁のあまりにも厳格な規則一点張りの取締り方針の犠牲になって、今まさにこの病院から追い出されようとしているのであります。誰もありがちなほんのわずかな過失をこれこそとばかりに委員長や副委員長に上申して、ただ自分一人の信任を得ようとするような、そんな利己的な
そんな不人情な、そんな冷酷な人を私たちは市長としていただいているに忍びません。そうよ、そうよ、そうよ、全くそうでしょ、全くでしょ。ねえ若井さん、本当に峰沢さんが解雇になるのかどうか、私はただ峰沢さんが府庁さんに連れられて副院長室へ入るのを見ただけなのよ。大丈夫大丈夫、あんたは何にも心配しないでしょ。いらっしゃい。そこですべからく病院当局に迫って、佐藤府庁の不信任を唱え、同僚峰沢春子さんも私たちの手で救わなければなりません。あら、みんな何してんの。ちょっと私に喋らせてよ。あら、皆さんご報告いたします。今回都津村病院の院長津村博士のご子息幸三さんが小児科医学についての研究論文によって新しく博士号を受けられることになりました。それについて当病院でもそのお祝いをすることになり、ただいま吉村副院長から私にその余興係を命ぜられました。ちょっと待ってよ。それであんたの首はどうなったの。首、あんたは首になったんじゃないの。よしてよ、縁起でもない。なんだつまんないの。せっかく私たち張り切ってたのにさ。そうよ、ね、せっかく張り切ったんだが、あんたこの際一思いに首になっちゃいなさいよ。変なこと言わないでよあんた。それで皆さん、当日のプログラムはいずれ改めてご相談いたしますが、ただ一つ特に吉村副院長からお名指しのものがあります。それは高石勝恵さんの読書であります。すまんわ峰沢さん、読書なんか私できないわ。あら嘘おっしゃいよ、あんたお正月の宴会の時歌ったじゃないの。吉村先生ちゃんと覚えてらしたのよ。そりゃあの時は皆さんにも読書飲まされたんで、私夢中になって歌っちゃったの。ダメダメ、あんた断る理由にはならない。ねえ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 、私ごとき取るに絡む一回の青年のために副委員長をはじめ皆様方、このような盛大な祝宴を申してくださいましたこと、私身に余る光栄と存じ、ありがたく厚く御礼申し上げます。幸いこの度博士号を得たとは申せ、依然五課の9案も取るに過ぎないのでございますが、したがって将来私が名実ともに一人前の医者になれますかどうかは、ひとえに皆様のご指導と、ご講演を得なきゃならないのでございます。どうか今後ともなお一層の、ご講義をお示しくださいますようくれぐれもお願い申し上げます。それからちょっとご紹介いたしますが、ここにおられます、木村医学士は幸三君の昔からの親友でありまして、今席この我々の集まりのために熱海からわざわざ出てこられたんであります。これは特に皆さんと共に厚く礼を申し述べたいと存じます。木村君、どうもありがとうございます。私も何か一言申し述べるべきでありますが、元来、私と津村とは学生時代から貴様俺で通した中で、今さら改めて祝辞を述べますのもかえって、そらぞらしく思われますんで、わざと差し替えます。しかし皆さん、どうか津村のために素晴らしく美しい、そうして優しい、惚れ惚れするようなお嫁さんを手渡していただきたいと思います。曲目はベートーベンのムーンライトソナタでございます。ではお嬢様、お願いいたします。
切って山海に扇は空に昼前僕がお前に口を聞くのも今夜かみ会社1月の17日いや今夜のことをよく覚えておけ。来年の今月今夜俺はどこでこの月を見るのか。再来年の今月今夜いや10年後の今月今夜俺は一生通じて今夜のことを忘れないぞ。忘れぬものか。会社そんな来年の今月今夜俺の涙でこの月を曇らせてみせる。ほら今のように月が曇ったらこの海域はどっかの果てでお前を恨んで泣いてると思え。そんな悲しいこと言わないでねえ管理者。話せ。俺は今から一生聞きないなんて暮らすんだ。この恨みは生きながらの悪魔となって一生お前を恨んでやる。それはあんまりです、あんまりです。若い人私の言うこともしたことだけ。離せ。心の腐った女か。かんあんた、あらら、ごめんなさい。ではいよいよお待ちかねの高石勝恵さんの独唱でございます。曲目はドリゴのセルナーデで、伴奏は近衛秀丸氏の指揮による新興京楽団と申し上げたいのでございますが、残念ながら無伴奏でございます。君、ちょっと待ってまい。ねえ、伴奏なしじゃ気の毒だ。お前弾いてあげん。嫌よ。だってお前ドリゴのセルナーデなんかしょっちゅう弾いてるじゃないか。だってアマチュアの歌に伴奏なんて私一度だってやったことないんですもん。そうか。ただいま無伴奏と申し上げましたが、これには特別のご好意によりまして新博士津村光三様の伴奏がつきます。すみません、恐れ入ります。いや、かえってあなたの歌をぶち壊すかもしれませんよ。我慢してください。墓地の方へ抜ける途中に永宝寺っていう寺があるんですがね、そこが僕のうちの菩提寺なんですよ。ついでにちょっと墓参りしていきたいと思うんですが、どうです、寄ってくれませんか。え、どうぞ。私もお参りさせていただきますわ。あのお堂は愛禅堂って言って、本尊は愛禅明王なんだそうですが、ここじゃお寺よりもこのお堂の方が有名なんですよ。何
何か言われのあるお堂なんでしょうか。さあどんな言われがあるか。本尊はとにかく足利時代のもんなんだそうですよね。しかし名高いのは本尊よりもむしろこの木なんですよ。この木？これはカツラの木なんですがね、昔から愛禅カツラって言われて、この木に捕まえながら恋人同士が誓いを立てると、たとえ一時は思い通りにならなくても将来は必ず結ばれるっていう言い伝えがあるんです。まあ、ねえ高石さん、嘘だと思ってこの木に触ってくれませんか。わかることなんです。別に隠す気はないんですけど。そりゃあね、あんたもその方が好きなんなら今さ私がとやかく反対したって始まらないけど、なんて言ったってあんたはとしちゃんの母親なんだからね。姉さん、私とし子のことを打ち明けて、それであの方の心持ちが変わるようだったら、それはそれで仕方がないと諦めます。それであんたもその方と何かお約束しちゃったの？あの方は私を連れて京都行くっておっしゃるんだけど。まあ服部さんって親友の方が京都の大学病院に勤めてらっしゃるのだから、その方を頼って行って自分もその研究室へ通うつもりだって。へえ、そう。そこ置いてらっしゃい。おい、俺にばかり飲ませないでよ。お前は少し飲めよ。いや、僕は昼間やるとどうも後が具合が悪いんですよ。それに、どうも、まあ、兄さん、大いにやってください。贅沢言ったろで。それにね、近頃血圧が少し高くなりましてね。血圧が、ね、どうもね、医者というやつはそういうことはどうもやかましてかなわ。いらっしゃい、おじさん。いや、お邪魔しておる。どうだい、その子。相変わらずです。相変わらずか。どうだ、一つ嫁でももらって相変わってみちゃ。まあ、一杯やれ。お前ね、両親の勧めるその縁談を全然受け付けんそうじゃねえ。実はね、今日その私がその話について呼ばれて相談を受けたわけなんだけども、全然受け付けんということはだな、なんかこの特別な理由でもあるのか、またはこの両親に打ち明けにくいというようなだな。別に言いにくいわけあります。そうするとつまり両親が勧める縁談をつまり候補者は気に入らんと、こういうわけだな。そうするとこれは我輩の出る幕じゃなかったかな。しかし小僧、どうもお父さんたちにはそういうふうには思えんがな。じゃあはっきり申し上げます。僕の女房になる女が名門の医者の娘でなくちゃいけないとおっしゃる。それが第一気に食わないんです。いや、しかしだな、津村家としてはそれが代々の慣習なんだから。そんな慣習は僕にはうなずけません。でもお前は、いや、まあ、待ちなさい。では率直に尋ねるがね、名門の娘以外にだな、これならばというような心当たりでもあるか。お前も率直に答えてみろよ。あります。ある？一体どこの、どうして言ってみろよ。いや、申し上げますまい。なおじゃ
どうせお父さんやお母さんもお気に入らないでしょうか。しかしさ、いずれは申し上げる時期もあると思いますが、しかし今はまあ申し上げない方が無事です。京都からはいつでも来いって言ってきました。うちにいれば縁談縁談でうるさくて仕方がないしと言って、今あなたのことを言い出したところです。とても受け入れてくれそうもないし、いっそこのまま黙って京都行ってしまうと思うんです。明日の晩どうです？明日の晩11時の汽車で新橋を立ってます。ね、ダメですか？お宅の皆様、私をどんなにお憎みになるでしょう。そんなことは1時ですよ。来てくれますね？ええ、参ります。ねえ、私ちょっと出かけていい？どうぞ。買い物？ええ、いいわ、行ってらっしゃい。あ、高橋さん、あんたとこ電話だって。私に？うん、小遣いはそいつだわよ。加計さん、あのね、どうしたか何とか変なのよ。え、変ってどうなんですの？マシン型測ったらね、駆動3番の。うん、だからあんたもし来られたらちょっとでも来てくれないかしら。うん、ママちゃんママちゃんってさっきから言い続けなんだけど。行きますわ。今すぐ行きます。大丈夫。あ、もしもし、津村様ですか？あの、構造様いらっしゃいますでしょうか？は？ご旅行に？じゃあもう、は、失礼申し上げました。いいえ、別によろしいんですの。きっとママちゃんよ。おばちゃん行ってみてくるわね。どんな様子？それはね、ママちゃん。はい。どうしたの、トシちゃん？近所のお医者様はね、ただの風邪だっておっしゃるんだけど。食欲はありますの？そういえば四五日前からご飯もお菓子もあんまり欲しがらなかったようだったら。ただの感冒じゃないらしいわね。私もそう思ってね。あ、そうだ、いいお医者様がありますわ。以前にうちの病院にいらした小児科専門の寺島さんって方が渋谷で開業してらっしゃるんですの。そう、じゃあ私これから行ってすぐお願いしてこようか。そうね。あ、私が行ってきますわ。初めてお願いするんですから私が行った方が確かですわ。そうね。じゃあトシちゃんおとなしくしてらっしゃいね。いい子だから。もう帰ってくる？ええ、すぐよ。すぐ帰ってくるわ。ママちゃん、今日トシカのところにずっと行ってくれる？ええ、ずっといてあげるわよ。ずっといるわ。だからおとなしくして待ってらっしゃい。うん。じゃあお姉さんお願いします。え、行ってらっしゃい。京都まで2等2枚急行券もください。
これは君心配しなくても大丈夫だよ。はしかだ。はしか。まあはしかでございますか。明日あたり発進すると思います。手当てさえ間違わなければ大丈夫です。よかったわね、としちゃん。もう安心よ。ママちゃんも今晩はずっといてくれるし、嬉しいでしょ。嬉しいわ。姉さん。何？ちょっと。あのね、私今晩10時に新橋駅までどうしても行かなきゃならない。ああ、今晩？すぐ帰ってくるわ。だってあんた、としちゃんがせっかく喜んでるんじゃないの。ですから、私行ってもすぐ引っ返してくるわ。そう？じゃあ行ってらっしゃい。今何時？あ、もうあと25分しかないわ。何時来ちゃうんですか？11時6分。間に合うでしょうか？5分に差し掛かんなきゃ間に合いますよ。今度の下りの列車は2関東急行神戸行き立てまつりし旅の空。ちょ、ちょ、引っかかりはった。大丈夫？まあ、大丈夫でしょう。小僧先生、どうして家出なんかなすったんでしょうね。本当ね。それにしてもその相手の人ってのは一体。それがね、おきみさんの口ぶりだとね、なんでも。皆さん、高橋さん帰ってますか？いえ、ゆうべ外泊にいるままはまだ。じゃあ高橋さんの荷物お部屋にありますか？荷物と申しますと？カバン、トランク、その他手回りのもの。さあ、あるだろうと思いますけど。じゃあ念のために一応調べますから、あなた立ち会ってください。はい。恩田さん、浜田さん、あなたたちも一緒に。あの高橋さんどうかなったんでしょうか？ご本宅から調べてくれって言ってきたんです。どうも遅くなりまして。どうしたんです、荷物なんか持ち出して。あの姉の子供が少し弱いもんですから、しばらくお暇をいただきまして看病してやろうと思ったもんですから。じゃあ無断で辞めるつもりだったんですね。いえ、あのでももう辞めないことにいたしました。とにかくね、すぐ院長先生のご本宅行ってください。はお嬢様があなたに何か伺いたいことがあるそうです。私に？お願いしますよ。きっとですよ。きっとですよ。きっとですよ。皆さんいらっしゃい。小僧先生がね、昨夜家出なすったんですって。そのためあんたに疑いかかってるらしいのよ。気をつけなさいね。浜田さん、何をグズグズしてるんです。わざわざすいませんでしたね。どうぞおかけになってちょうだい。
あの、何か私に。ええ。ねえ、高橋さん。うちの兄は一体どこ行ったんですの？え？あなたご存知のはずね。どうして私がそんなことを。隠さないで言ってちょうだいよ。うちじゃみんな心配してるんですからね。でも、そんなこと私が存じてるはずがないじゃございませんか。そうかしら。じゃあなた、何の必要があって病院裏の暗い通りなんかを兄と二人で歩いてたの？え？私の方にはちゃんと証人がいるんですからね。今さらあなたが兄の家出について全然無関係みたいな顔したって、そう簡単には済まされないことよ。ねえ君や、お前一昨日の晩高橋さんがお兄様と一緒に歩いてるところを見たって言ったわね。はあ、でももしかして人違いだったか。はっきりおっしゃいよ。さっきは確かにそうだったって言ったじゃないのさ。はあ、でもごめんください。ねえ高橋さん、あなたまだ隠すつもり？若先生とご一緒に裏の道を歩いておりましたのは確かに私でございます。でもそれはただ途中でお目にかかって若先生がいろいろと寄宿舎のご様子をお尋ねになったものですから。へえ、そう。家出するほど気持ちが迫ってるのに何のために寄宿舎の様子なんか聞いたんでしょうね。おかしいわね。せっかく東京からおいでやしました。何にもおいしいものあれしまへんと。それに板場はこんなバヤではな。いや、バヤさんの手料理なかなか結構ですよ。まあ、ではどうぞよろしいお上がりや。それで何かい。僕はどうも腑に落ちないんだが、ゆうべ何か急に用でもできてたらね、君との約束を果たせなくなるような事情でもあったのかい。さあ、そんなことはないと思う。いや、絶対ないと言ってもいいだろうと思うんだ。そうすると、あるいは意識的に来なかったかもしれないな。いや、しかし。いや、さっきからの君の話を聞いてるとかね、どうも君の方が積極的で、向こうが受け身のような気がするんだ。だとすると、こいつは、はい、君は裏切られてるかもしれないぜ。僕はどうもそういう気がするな。そうだろうか。いや、そういうことがなければ結構だが、しかし、女なんてものは、そんな風に気まぐれなもんじゃないのかな。しかし、ひょっとすると今晩でも後から来るかもしれない。それもそうだな。今朝のツバメに乗ってれば4時半には着くはずだ。うん、とにかく待ってみよう。それでもし来なかったらどないする。すぐ東京帰るか。さあ、高橋さん、あなた病院を休んですってね。はい、副院長先生がこの辞表は受け付けられませんって。どうしてですの。理由はお嬢さんから伺ってください。ではお嬢様、どうぞこちらのお説室で。あ、それ私が預かっとくわ。あ、どうぞ。では私、あちらの病室の方に用事がございますから、ごめんくださいませ。高橋さん、ちょっと。まあ、とにかくこれはそちらをお返ししとくわ。ねえ高橋さん、あなた今病院を逃げ出しちゃ少し卑怯じゃないかと。え、やめるならやめるでちゃんと責任だけを果たしていただきたいわね。そうしちゃいますと何ですか。私が大変無責任なことでも。そうよ、無責任だわ。何がでございますの。そうじゃないの、私の胸に疑いを残させたのもよすなんて。あなた、それで少しも気が咎めないの。では私にどうしろとおっしゃるんですか。もしあなたがよ、本当に兄の居所を知らないなら、せめてこの辺りだけでも探してみて、その上でよすのが順当じゃないかしら。じゃあ私に皇祖様のお行方を探せとおっしゃるんですね。まあそういったとこね。お嬢様。何。実は私、このままお暇をいただけるようでしたら、お宅様へも私自身にも一番穏やかな方法だと思っておりました。でもお嬢様がそんなにまでおっしゃるんでございましたら、私心を決めて
皇蔵様のお行方をお探しいたします。どうぞそうしてちょうだい。その代わりもし私が皇蔵様にお目にかかることができましたら、その時はかえってお宅の皆様方にお嘆きをかけるような結果になるかもわかりませんわ。何ですって？それさえご承知でしたら、私ただいまからでもすぐ行ってまいります。私たちが嘆くってそれは一体どういう意味？それは申し上げられません。まあそんな脅迫がましいことを言うのは後回しにして、とにかくあなたの責任だけは果たしていただきたいわね。じゃあ頼んだわよ。おいでやす。あ、僕が出てる。どなたでしょう？私、高石でございますが。ああ、あなたが高石さん。僕は服部です。はじめまして。私、津村さんにお目にかかりたいと存じます。津村、いませんよ。え？一度来たことは来ましたが、2、3日で帰りました。まあ。あいつもバカなやつですよ。あなたに裏切られたとかってだいぶ反問してたよ。したが捕まっても3日待ってもあなたが見えないもんだから、それにはいろいろと。いや、僕があなたの弁解を伺ったって何の足しにもなりやしません。じゃあ津村さんはもう東京にお帰りになったんでございましょうか。さあどこへ行きましたかね。僕の留守中に出たっきりなんです。失礼いたしました。お帰りですか。もしまた津村さんがこちらへいらっしゃるようなことがございましたら。あ、そう申します。では失礼します。旦那様がお帰りでございます。え、じゃあすぐお父様にお知らせして。はい。まあ、お兄様。すいませんでした。
父様。一人か？自活するという話だったがどうした？ねえあんた疲れてるでしょうからお風呂にでも入ったらどう？まだ女中も入ってないようだからね。タケコ見ておあげ、ね、じゃあお兄様。失礼します。あなた。お願いですから何にもおっしゃらないでそっとしといてやってくださいませんか。きっと失敗して帰ってきたんです。ぜひ実はその構造もお出迎えに上がらなければならんのですがちょっとあいにくそのなんで失礼をしまして。構造君なかなか忙しいと見える。おかげでどうやら。構造さんのお父さん、わざわざ迎えに来てくださったのよ。どうもわざわざ、美智子でございます。お帰りなさい。どうでした船は？は、おかげさまで。それからこちら青井本さん。どうぞよろしく。私こそ。おい、お前学校の手続きは済ましてきたんだろうな。え、あと3ヶ月休むことにして。休む？うん。じゃあまた行くつもりか。どうしてきたんじゃないの？だってあと1年というのによしやちゃんもったいないんですもん。しようがないわね。あれほど言ってあげたのに。だってじゃあ新婚生活はアメリカでやるか。いやそれもよかろう。あのお荷物はあちらに運んでございます。どうぞ。もうおかけ。何の話？それはわしとお前だけの話だが、実はまだお母さんには知らしてないんだ。病院の経営が近頃難しくなってるということは先だってお前に話をしたな。伺いました。お前どうしたらこの窮状を切り抜くことができると思う？わしの考えでは今のところ中田さんに頼る他に方法はないと思うんだがな。とにかく中田さんは臨床医学の大先輩でもあるし、同時に財産家としても相当の人だ。だからこの際あのお話の途中ですが、うん、何だ？お父様のそのお考えは結構だと思います。うん。で？しかしこの前も申し上げた通り、そのために僕が犠牲になることだけはごめんこもりたいと思います。犠牲？お前はまだ会わないからそんなこと言ってるんだよ。もうともかく一度そのお嬢さんに会ってみなさい。タケ子に聞いても分かる。元気で明るくてとても気持ちのいい娘さんだよ。お前だって会えばきっと好きになるよ。
影子、お前どう思う中田さんのお嬢さんを。とてもいい方ですわ。お兄さんはとっても感じのいい方よ。絶対だわ。いらっしゃい皆さん。さあどうぞおかけになって。さあどうぞ。私に何かご用出しって。どんなご用出すの。あのまずあのそんなに固くおなりにならないで。さあどうぞおかけになって。もっとお楽におっしゃってちょうだい。あのそのまあお菓子でも召し上がって。どうなすったの。ではでは私が申し上げます。ええ、どうぞ。まず第一に今晩ここで申し上げることは絶対誰にも秘密にしていただきたいのです。ええ、それはお話によってはね。いえ、絶対に絶対にでございます。なぜですの。ある人の名誉のためでございます。わかりました。で、何のお話ですの。お嬢様は私どもの病院の若先生とご結婚を遊ばすつもりでございますか。ああ。私が結婚しや他にお授かる方でもありますの。ございます。え、おばちゃん、お客様がね、とし子にあげますって。いいことね。何でしょう。お菓子よ、きっと。そう。じゃあ、お嬢様本当はただなんとなくお尋ねくださったんじゃなくて、何か私に特別なご用でもおありになるんじゃございませんの。いいえ、本当にただお目にかかりたかっただけ。私あなたって方を詳しく知りたかったんですわ。何のためでございますの。さあ何のためでしょう。私の探偵趣味かもしれませんわ。え、でもねこうしてお目にかかったら私、急に一言だけご忠告しときたいことを思いつきましたの。何をでございますの。私ね、女が一人の人をどこまでも愛し通すということはとても立派な、とても尊いことだと思いますの。ですから、もしあなたにそんな方がおありでしたら、どんな困難にでも負けないだけの覚悟を持っていただきたい。じゃあ、お嬢様は。さあ私が、じゃあ私伺ったすぐですけどこれで失礼させていただきますわ。あのでもどうぞもうしばらく。私何ですか、お嬢様にもう少しお尋ねしたいことがあるような気がいたしますの。でもまた折があったらお目にかかりますわ。じゃあどうも失礼しました。すみません。お土産ありがとうございました。お嬢ちゃん、お利口さんね。じゃあごめんください。失礼申し上げます。
して奥様をお迎えにならないんですの。木村はとても気にしてますのよ。いや、来てがないんですよ。嘘ばっかり。本当ですよ。おい、津村、頼まれてくんないか。なんだ。患者が立て込んできたから、ちっちゃいんだけ見てくれよ。うん。小児科は君の専門だからな。ああ、いいと。ちょっと診察に出して。嫌な方ね、お客様にそんなことお願いして。うん、何、かまもんか。その代わり滞在中、うんとごちそうするさ。どうぞ。ありがとう。お待ちどさま、どうぞ。さあどうぞ。どうなさいました。はあ、私たち昨日東京から遊びに参ったんでございます。あ、何度ダンスか下駄ほどからこの子が熱を出しまして。ああ、それはいけませんね。どうだい。宿で測りましたら37度8分ございました。ああ38度ございます。ああそう。じゃお口開いてくださいよ、お嬢さん。ああだいぶ喉が腫れてますね。熱はこのせいでしょうかな。はい、大きくお口開いて。ああって、ああかか、ああありこありこ。じゃあ胸拝見しましょうか。はい。あ、痛い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 。そんなに痛いかね。はあ、相当痛いですよ。あ、痛い痛い痛い。もう少しだ、我慢しなさい。やっぱり扁桃腺の熱ですな。大してご心配ないと思います。あ、そうですか。簡単で結構ですから、喉に湿布を巻いてあげて、うがい薬差し上げてきますから。ちょいちょい具合をさせてください。もう明日あたりは大丈夫だと思います。あ、どうもいろいろありがとうございました。お名前は。高石敏子でございます。え、高石さん。あの高石に敏は毎日の毎という字に文という字書きます。あ、敏は5つ。おところは浜町。え、じゃなかったら越しちゃったんだろうね。あの、ただいま岡本旅館におりますが、東京は大森の参道でございます。以前浜町においでになったんですか。はあ、つい先ほどまで。どの辺ですか。僕はあの、やっぱり浜町に知り合いがあるんですか。はあ、あの、六丁目の角を右に曲がった横丁でございました。六丁目の横丁。はあ、あの、それで実は今日午後2時半の汽車でこれの母親が回るんでございますが、駅まで迎えに行っちゃいけないでございましょうか。お嬢さんのお母さんですか。はあ、あの、これは私の妹の子供なんでございます。ああ、そうですか。いや、ほこりさえお吸いにならなきゃ大丈夫だと思いますから。あ、そうですか。どうもありがとうございました。お大事に。どうもいろいろ心配かけてすいませんね。でもね、よかったわ。ほほう、今日飛んだな。どう、お父様。まあ、自慢は勝負がついてからにしなさい。あ、危ないわ。大丈夫？あ、すみません、恐れ入りました。怪我しなかった？
あんた、あんまりかけるからよ。どうもありがとう存じました。あの、ちょっと失礼ですけど、このお子様、高橋さんとこのお嬢ちゃんじゃございません？あ、さようでございますけど。なんだ、お前このお子さん知ってんのか。ええ、じゃあ高橋さんもこちら来てらっしゃいますの？はあ。あなた様は？私、津村さんのことで一度お宅へお邪魔に伺ったものでございますけど。じゃあ。高橋さん、あら、先日は失礼。私こそ。でも死んだとこでお目にかかりましたわね。やっぱりご縁があったのね。お手紙拝見しましたわ。でも私、あなたを一人ぼっちにまでして自分だけ幸せになろうなんて、そんなにあったなこと考えたくありませんの。あなたはこうしてらっしゃること、津村さんご存知ですの？いいえ、あの、それはいけないわ、お幸せなさらなきゃ。でも私、もう一生津村さんとはお目にかからないつもりなんですから。どうして？え、どうしてなの？高石さん、私怒るわよ。え、あなた、私をそんな女だと思ってらっしゃるの？あなたさえ津村さんから離れれば、それで私が津村さんと結婚するとでも思ってらっしゃるんでしょ？でも。でも何なの？ねえ高石さん、今私たちが考えなきゃならないことは、誰が津村さんと結婚するかっていう問題じゃなくって、誰があの方を一番幸せにしてあげられるかっていうことじゃない。ですから、ですから、あなたは病院のことを心配してらっしゃるんでしょ？病院が救われたからって、それが何なの？え、何だっていうの？病院が救われて津村さんが救われなかったら、それは一体どういうことになるの？いいえ、いいえ、お嬢様ならきっとあの方を幸せにしてあげてくださいます。私そう信じております。そう思えばこそ、いいえ、そう信じればこそ、私もう二度とあの方にお目にかかるまいと。高石さん、とにかくあなたはこう来てらっしゃることを津村さんにお知らせするわ。え、いいわね？いいでしょ？いいえ、そのことだけは、それだけは。じゃああなたは、私がこんなに言ってもまだ私の気持ちを分かっちゃくださらないの？あなた、そんな方なの？いいえ、私、どんなにお嬢様の心持ちをありがたく思ってるか分かりません。でも私、それだけに、それだけに。おお、美智子、見たか。いや、どうも。すぐ東京帰ることになった。早く支度をしなさい。どうして？今電話でな、津村君が突然倒れたと思った。え、もう脳一血らしいんだ。まあ、いずれにしても急いで帰る。じゃあ、あの、あなたどうなさる？私、あの、じゃあいずれまたね。ごめんください。今日皆さんにお集まり願ったのは他ではございませんが、私の父の死、その他いろいろな事情がございまして、近々この病院を閉鎖しなければならないことになっております。どうもあまり突然のことで、皆さんもさぞ驚きのことと思いますが、事態何ともやむを得ないものがありまして、その点どうかご了承願いたいと思います。思えば今日まで、明日に夕べに親しく一つの道を歩いてきた皆様方と、ここに突然お別れしなければならないということ、いかにやむを得ない事情があるとはいえ、誠に胸迫る思いがして、立ち難い悲しみを覚えるのでありますが、情は情、事実は事実として、ここに
お別れの言葉を述べなければならなくなったみたいです。なお皆さんに対しましては副院長の吉村先生ともご相談してできるだけのことをいたしたいと考えておりますが、どうか皆さんも閉鎖後の処置方針について今からそれぞれお考え置きを願いたいと思います。まだいろいろ申し上げたいこともあるのです。こうして親しく皆さんにお会いしていると長い間の思い出が胸をついて思うように言葉が出ます。キリス、一緒にいるようになって3時も4時も年齢したでしょ。うん、あと100も200も一緒にいてくれる。いますとも。だけどね、一緒にいることはいるけど、ママちゃんいずれはどっかへお勤めに出なきゃならないと思うのよ。なぜ？だってトシちゃんは幼稚園に入ったし、いろいろお金がいるでしょ。そうね。だから昼間お勤めに行って夜は一緒にトシちゃんと年齢してあげるわ。うん、そうね。ね、ただいま。ただいま。おかえりなさい。あ、お腹すいちゃった。てっちゃんの大好きなお芋にしといたわよ。あ、そうそう、あんたのとこに書き留めが来てたわ。2階の机の上置いといたけど。どこからでしょうね、書き留めなんか。なんでもレポートの会社らしかったわ。ご飯ちょうだい。姉さん、姉さん。何を当ててんの？どうしたのさ。当選したね、私の作曲が。あんたの作曲？ほら、母ないっていう歌の作曲、私がここへ帰ってきから書いて出したでしょ。ああ、あの賞金500円っていう。そう、あれが一等当選したの。そうよ。よかったわね。おばちゃん、ご飯ちょうだいよ。あ、ごめんなさい。8日の午後、会社来いって書いてあるのよ。8日って言えばあってね。そうよ。ママちゃんどうしたの？とっても嬉しいこと。トシちゃんの好きなもん何でも買ってあげるわよ。ねえ、私ちょっと考えたことがあるわ。これが元で、あんた本当に偉い作曲家になれないとも限らないわね。そんな夢みたいなこと。いやね、あんたがもしそうなれて院長さんのお宅の人たちを見返せることができたらって、そんなこと考えてたの。それ私も反対はしたけど、今だって考えるとなんだか悔しいような気がしてね。ねえお父様。ん？ゆずのご返事聞かせて。何の話だった？何の話じゃないわ。津村病院のこと。ああ、それか。どうなの？ねえ、どうなのよ。しかし、父さんとしてみればお前の持参金のつもりだったんだからな。じゃあダメなの？ダメというよりも、お前が嫁にも行かんのに持参金だけ渡してやるというわけにはいくまいじゃないか。じゃあお父さんは私を持参金がなければお嫁に行けないような、そんな娘だと思ってらっしゃるの？いや、そうは思ってはない。しかし、いいえ、いいの、そう思ってていただいていいわ。ん？だからお嫁にやるつもりでその持参金を出してちょうだい。いや、お前というやつは実に妙なやつだな。いわば自分が嫌われた男を救うために
どうしてそう一生懸命になるの？私の気持ち、お父様には分かんないわ。お前、もう荷物はいいのか？え、ボーイに頼んでありますから、うん、じゃあ、体を大事にしてね。え、お母様もね。どうも。では、ほら、わざわざどうも。実は、お見送りというよりも、お詫びを申し上げたいと思います。はい、いいさ、そんなことは。しかし、みちこはね、すごく不安だな。まあ、悪いなんかいいさ。みちこさん、どうも、すいません。あなたにだけは本当に申し訳ないと思います。いいえ、どうぞもう何も気になさらないで。私、これも青春の夢の一つだと思ってますわ。私の人生経験が豊かになったことだけでも、かえって私からお礼を申し上げたいぐらいなんですもん。でね、君、僕もね、とうとうこいつのために駆け捨てられてしまってね。まあ、君の病院のなんとか面倒見てあげることに決心したい。うん、こいつの置き土産だ。まあ、心よく受けてやってくれたんだ。で、そのことについて、近いうちに改めて話し合うことにしよう。ごきげんよう。元気でね。いや、お待たせしました。はじめまして。私、高石でございます。また、この度は。いやいや。さあ、どうぞ。はい。母内の作曲は、非常によくできた。大変に結構でした。そうでございましょうか。ああ。しかし、私の方としては、一部分訂正したいところもありますが、直してもよくないですな。は、どうぞよろしく。あ、それから、もう一つご相談があるんですが、今度の作曲募集はですが、必ずしも作曲を売るということだけが目的じゃなくて、できれば作曲界に新人を発見したいということも一つの目的だったんです。したがって当選者はうちの社の専属作曲家として契約していただきたいという内定になっておるんですが、この点はいかがでしょう。お差し支えありませんか？でも私そんな自信とってもございませんから。いや、謙遜は謙遜として。いえ、決して謙遜じゃございませんわ。それに私専門に作曲を勉強したこともございませんし、せっかく専属にしていただきましても他の作曲ができますかどうですか？そんな気の弱いことじゃ困りますね。もっと自信を持たなきゃ。でも本当に自信がないんでございますの。これがもし歌う方ででもございましたら。ん？歌う？いえ、あの、歌う方とおっしゃると？遠慮しないで言ってください。あなた歌えるんですか？それもほんの真似事なんですから。それは面白い。どうぞ。どうしたんだ、みんな揃って。あの、先生はこの前この病院におりました高石克恵さんが今度レコード歌手になったことをご存知でしょうか？あ、知ってる。それであの、この15日に東劇で高石さんの読唱会があるんですが、その日の夕方から私たち5人に外出をお許しくださいませんでしょうか？
実はその日の切符を高石さんから送ってきたんですけれど。先生、お願いしますわ。ご賞ですから先生、どうぞお許しになってね。先生、いけないね。は5人も揃って外出されたんじゃ病院として困る。でも仕事の方は差し支えないようにしてまいりますから。ただ命名の高級日をその日に繰り上げていただけばよろしいんですけれどね。え先生、いけませんでしょうか。私たち高橋さんへの友情としてぜひ言ってあげたいんですけど。友情、はあ、それに先生だってあの祝賀会の場合には高橋さんの伴奏しておあげになったくらいなんですもの。本当なら私たち先生にだって一緒に行ってやっていただきたいくらいなんですけれどね。え先生、いけませんでしょうか。じゃあ聞くわね。あの人は君たちがそんなに熱心に友情を示してやるほどの人かな。この病院には看護婦は独身に限るっていう規則があるんだが、あの人には子供があるんだよ。まあ先生、それをご存知でしたの。じゃあ君たち党から知ってたのかい。ええ、それでみんなですっかり同情してたんです。同情、ええ、だってお気の毒ですわ。赤ちゃんが生まれた時にはもうご主人が亡くなっていて、それからは子供の代ばっかりに幾年か苦労し続けてきたんですもの。あの方はこの子供のためならもう自分はどんなになってもいいって始終言ってらっしゃいましたわ。分かった、そういう事情があったんなら僕としてもあえて止めない。言ってやりたまえ。できれば当日手の空いてる看護婦はみんな行ってやるといいよ。ぜひそうしたまえ。人数が分かったら切符を心配してあげよう。まあ、先生ありがとうございます。先生どうもありがとうございます。あ、天武さん、また来ましたよ。あ、そう。あそこに飾ってきたまえ。君、大変だよ。何がですの。君のね、昔の友達がね、2階の正面に来てるんだ。みんな真っ白なね、この看護姿でね、50人ぐらいいるかな。え、50人、うん、聞いてみたらね、神田の戸村病院の連中だった。お互いに肩を叩いて武者震い。いよいよ今度よね。うまく歌ってくれてるよね、うん、高橋さんの衣装すごいんですね。門輪図でとっても素晴らしい衣装なんですってさ。まあいいよね。いいのよ。静かに静かに。高蔵先生、高蔵先生、どこに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 、あら、本当だわ。本当だ。と申し上げて恐れ入りますが、二階の正面にいらっしゃいます昔の私の同僚の方々へちょっとご挨拶をさせていただきます。津村病院の皆様、お久しぶりでござります。そうして今晩は本当によくおいでくださいました。皆様が昔のことを忘れなく揃っておいでくださいましたご好意にお応えいたしまして、私も昔皆様とご一緒に働いておりました頃の服装で舞台立たせていただきました。皆さんへのお礼の印にこの姿で歌わさせていただきます。Thank you.
成功成功大成功よかったわ。本当によかった。あっ、あら、先生だわ。こんばんは。もう喉痛くありませんか？もう治っちゃったわ。熱海で見ていただいた先生よ。その節はどうもいろいろお世話様でした。僕、戸村です。トシちゃん、おばちゃんといらっしゃい。僕にも誤解があったし、あなたにも誤解があったと思います。しかし私、敏子の母親です。敏子のためなら。そのことも聞きました。それと聞いた上で改めて一切を元の白紙に返していただきたいと思うんです。和江さん、もう一度あの愛禅桂のある永宝寺の境内や病院裏の道を僕と一緒に歩いてくれるような気持ちになってくれませんか？Thank you.